香川保一5月5日から2014年6月13日は日本の裁判官、弁護士。君党は国一党。社団法人民事法情報センター理事長。札幌高等裁判所長官、名古屋高等裁判所長官、最高裁判所判事などを歴任した。1921年大阪府に生まれた。東京大学法学部で学び。 1947年に卒業した。同年に司法試験に合格し、1949年に裁判官として任官された。しかし、翌1950年には法務省に転換することになった。以来、法務省の民事局第一課や大臣官房秘書課の課長を経て、商務部部長に就任した。さらには、 法務省の官房長や民事局局長などを歴任するなど、法務省の幹部職員として活躍した。1979年には裁判所に戻り、浦和地方裁判所の所長に就任した。その後は、東京高等裁判所の武装活判事を経て、札幌高等裁判所長官や名古屋高等裁判所長官を歴任した。1986年、 最高裁判所判事に任命される。最高裁の大法廷で関わった主要な裁判としては、自衛官五国神社合祀事件、法廷メモ訴訟などが挙げられる。自衛官の遺族と、タ友会山口県支部連合会及び自衛隊、山口地方連絡部が争った、自衛官五国神社合祀事件では最高裁判事の判断が分かれる合議割れとなり、 香川は多数意見側に加わっていた。なお、判決は、自衛官の遺族の敗訴となった。ローレンス・レペタの国家賠償法に基づき損害、賠償を求めた、法廷メモ訴訟では、香川は多数意見側に加わっており、レペタの上告を棄却した。また、森林法共有林事件の最高裁大法廷、判決では共有林分割請求制限を規定した。 森林法第186条を違憲判決とする多数意見に対し合憲とする反対意見を述べた。産経新聞の意見広告をめぐって日本共産党と産業経済新聞社が争った産経新聞事件では最高裁判所第2小法廷の裁判長を務め全員一致で日本共産党の上告を棄却した。また内申書をめぐって 保坂信人と東京都を呼び、千代田区が争った、麹町中学校内心書事件では、第二小法廷の裁判長を務め、全員一致で、保坂の上告を棄却した。また、TBS ビデオテープ欧州事件では、第二小法廷の売席裁判官を務め、判決では多数意見に加わり、東京放送の特別広告を企画した。 1991年の退官後は弁護士として活動する。また、民事法情報センターの理事長を務めていたが、国会などで問題点が複数指摘され、最終的に民事法情報センターの解散に至る事態となった。2010年4月13日、民主党による事業仕分けの事前調査にて、民事法情報センターが、 理事会での議論を行わずに無理し、無担保、無期限で1500万円を香川に貸し付けていたことが発覚した。この問題が明るみに出たことから、同年4月15日に香川は全額を返金した。また、民事法情報センターは2009年3月に理事長に対する報酬を改定しており、月額50万円から月額100万円に増額していたことも指摘された。 さらに、民事法情報センターの敷地内に、香川の弁護士事務所が設置されている点も明らかにされた。2010年4月16日の衆議院、法務委員会の審議ではこれらの点が問題視され、千葉稽子法省は、民事法情報センターの存在について検討すると、答弁した。2014年6月13日死去。ノブ正蔵くらい。 ありがとうございます。